Hello, this is、uh, Haruhiko Amano, s h i z o k and a Hiroshihaya Shi Japan.UFOs over Shizuoka, Japan.In Japanese, UFO の目撃例は多いですね。で、数多くの写真も撮られ、また動画も撮られていますけども、問題は信憑性なんですね。 で、信憑性の第一の、まあ、なんて言いますか、問題はですね、検証し得るものかどうかっていうことなんです。ところが UFO 問題に関しては、検証が大変難しいです。が、いくつかの、まあ、事実を積み重ねていく。例えば、こうして古い、まあ、絵画って言いますかね、中世の絵画には、たくさんって言いますか、こうした UFO が、u o あるいは UFO らしきものが描かれている、まあ、絵が、 多いわけであります。で、こうした絵を見てですね、これらはその足そ、その当時のこうした,絵,描きたち絵を描いた方たちのですね、創作によるものかどうかという問題なんですね。で、私は素直に、彼らは見たものを描いたというふうに解釈しています。というのは嘘をつく理由はありませんし、また、なんて言いますか、今のようにね、 マスコミが発達しているわけではなくて、まあ、それを、それでもって、まあ、何かに、何かの利益につながるということはなかったわけですね。すなわち、彼らは懸命に、えー、自分たちの見たものを、後世の私たちに伝えようとしたわけであります。で、そうしたものの絵の中に出てくる、まあ、絵画がですね、 最近、まあ、目撃される UFO と形が大変酷似っていうか似ているのは大変興味深いことです。で、今年の4月、2014年の4月に静岡にお住まいの天野春彦さんという方からですね、UFO を見たという情報をいただきました。で、私とワイフはすぐ静岡へ飛び、そして天野さんの話を聞きましたが、それは大変 驚くべきものでした。というか、まあ、信じがたいものだったんですね。で、そのことについてはもう少し後に詳しく報告しますが、まあ、これは最近、まあ、あの、目撃されている UFO の例です。で、まあ、これらの写真が全て本物だとは言えませんが、同時に偽物だとも言えないんですよね。UFO 問題というのはそういうところがあるんです。本物とも言えない。 しかし同時に偽物とも言えない。その両者の駆け引きの間で綱引きが始まるわけです。本物でないとも言えない。あるいは偽物であるとも言えない。そうしたやはり両者の駆け引きの中で綱引きが始まるわけです。で、それを判断、最終的に判断するのは私たち自身ということになりますが、まあ、分析の仕方も分析の方法もないわけではありません。 あるいは長い間、UFO を数多く、まあ写真をですね、見ていますと、そうしたとなっていますか、目いや、そうの判断する目も養われることも事実です。で、天野春彦さんのケースを報告します。ある日ですね、天野さんが、えー、静岡市の中心部からやや北にある清水山というところに立っていらっしゃいました。 天野さんは前もって申し上げておきますが、敬験なクリスチャンです。そして空を見上げていると、小さな鳥のような UFO が目の前にやってきたというんですね。で、しばらくじっとしていた後、頭の上を5、6回旋回して、スーッと空の高いところへ消えていったというんですね。消えていったというか、登っていったんですね。 で、その UFO というのがこの左の UFO ですけども、それは1950年代に目撃された UFO の形に、まあ、似ているわけですね。で、その時に天野さんは2枚の写真を撮ることに成功しました。そして拡大してみますと、こうしたものが映っていたわけです。まさに美翼のない飛行機ですねで。不思議なことにですね、この、この物体はですね、天野さんの目の前に来た時に、 近くに数人の人も同時に目撃しているわけですけども、高い高度に上が,上がっていきながらも大きさを変えなかったというんですね。これ実に奇妙なことなんです。ということは、ホノグラムの可能性もないわけではないんですね。で、調べてみますと、過去においてですね、鳥型 UFO、あるいは鳥が、まあそうしたこの宗教家の中に描かれているケースが非常に多いんですね。 まあ、あの、ここにも、あそこにもという感じであるわけです。で、まあ、中世の画家たちは、それを鳥として表現し,しましたけれども、ひょっとしたら鳥ではなくて、鳥の形をした UFO ではないかというふうにも考えられるわけです。まあ、ぜあの、今現在ですね、鳥型 UFO っていうのは、全世界で、えー、目撃されてますが、ペリカンの見間違いであるとか、いろんなこと言われてますけども、鳥型、 ここにも鳥がいますね。鳥型 UFO というのはあってもおかしくないんじゃないかなというふうに思っていました。そういうときに、まあ、天野さんの報告が入ったわけです。これ、ケリストが洗礼を受けているときも頭の上に鳥型 UFO がホバリングしていたということになるのでしょうか。同時にもう一つ気になるのはですね、あの、周囲を見ていただきますと、この雲なんですね。 でこの雲型 UFO はですね、最近多く目撃されています。えー、これはあの鳥型、まあ、UFO と言ってもいいのではないでしょうか。それと同じものが、まあ、宗教画の中にも描き込んであるわけですね。で、まあ、まあ、当時の人はですね、この鳥型 UFO を見ながら鳥と誤解したのではないでしょうか。 というふうにも考えられなくもないということですね。またその可能性は非常に高くなってきたということですね。アマノさんの UFO 目撃例を聞いて、私はそう確信するようになりました。と同時に、実に、まあなんて言いますか、奇妙なことに、この雲型 UFO らしい、雲型というか雲のように見える UFO に着目してください。で、最近この雲の形をした UFO っていうのが全世界で、まあ、 目撃されているわけですけども、雲か雲でないのか、ということになるんですけども、これは、天野さんが撮影なさった、あの、いわゆる雲型 UFO と言える、言ってもいいものではないかと思うんです。というのは、天野さんはですね、あの、パソコンについては非常に疎い方でして、それはあの、昨日も、実は静岡まで行って会って参りました。そして2回会った、 二回あってですね、そしてまあいろんな方話したんですけども、こうしたその、なんて言うか CG の、まあ、いわゆるそのコンピュータグラフィックスのね、あのいわゆる合成ができるような方、まあたまたまね、できる方ではないんですよね。ですから、私は、まあ、というか今まであった経緯、あの、の中でね、天野さんは信頼、大変信頼できる方だと判断いたしました。そして、 こうして画像を分析し、メ度、ドをガンマ上げたり、メ度ドを上げたりしますと、やはりここに何か物体がある。雲ならばこういう風うにはあの残像は残りませんのでね。ということで、大変、まあ、貴重になってますか、経験を話していただくことができました。後の判断は皆さんにお任せしますが、しかし、以上は私の名誉にかけても全て事実であることを申し添えます。Thank you very much for watching。そして、天野春彦さん。 どうも貴重な体験、ありがとうございました。バイ